レオンです。今回UQ モバイルのね、かん、あのー、接続モード 300kbps でね、Facebook、こちらですね。Facebook ちょっと閲覧やってみたいと思います。こちらですね。これも自分のチャンネルなんですけど。ちょっと何見てみようかな。俺 Facebook 全然見ないんだけどね。これなんだ？これちょっと見てみようか。サクサク動くよ。あ、ちょっと止まるね。あ、画質調整できる。あ、640なってる。360どうだろうね。ちょっと戻すか。360にも落としてたんだけど。止まるね。どうだろうな。くる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 回ってるな。もう一回一応切って、もう一回やってみますか。360で普通大丈夫なのかな。時間270っていうのはどうだろうな。4分の動画。そんなに、動画のデータ量多くないと思うんだけどな。こういった場合消して、更新させて、もう一回これ見てみるか。あれ？さっきのと違うぞ。あれ？これなんだ？さっきのやつはこれか。違うかな。大丈夫だ。あ、止まるね。これ画質調整ないな。できねえな。なんでだこれ。Facebook 重いね。他のやつちょっと見てみるか。止まるね。あ、画質調整240にやってるんだけどな。Facebook が重いんだよな。Facebook 結構重いんですよ。240が一番低いのかな。あ、一番240低いんだけど。ダメっすね、これ。他のやつどうだろうな。あ、これ大丈夫か。ダメだな。くるくる回るな。Facebook ダメだな。180に一番下げてんだけど。10分の動画か。これ長いな。ちょっとダメだよ、これ。短い動画じゃないとさ。画質もめっちゃ下げてんだけどな。これ、動画重いね。Facebook ね。なんだ？ Facebook ダメだな。あ、480ダメだよ。200。あれ、また440なってんだ、これ。あれ？あれ？ 480 ならねえの、もしかして。ダメだ、これ。Facebook はちょっと重いな。180にやってんだけどね。一旦終わらそうかな。もう一回 Facebook。Facebook 自体重いっしょ。ダメっしょ。240なんだけどな。止まるね。Facebook ダメだな。重すぎるわ。180に落として、あれ？これ設定してやってんだけどな。重いっすね。あれ？おかしいな。あ、大丈夫か。あ、大丈夫だ。
オッケーオッケー。止まるな。ちょっとフェイスブックダメだな。180にしてんだけどな。ちょっと普通のやつで。ウォッチ、こういうのだったらすぐサクサク動くんだけど、これちょっと見てみようか。さっき見たか。180になってんだけどね。止まるな。おかしいね。9分。長いね、動画。ちょっと、やめようかも。こういって感じで。今、サムネイルも表示されてないね、今。Facebook これ見ないから、全然。ライブ動画。ライブ動画って余計重いんじゃないか。これ一旦終了させて、もう一回 Facebook やって、動画、ライブ。ライブ見てみるか。ライブ余計重いか。外人のやつがいいんだけど。なんだこれ。クロススノーボー大会って書いてるけど。あ、ダメだ。こんなの見せて。これなんか、テレビ番組みたいなやつでしょ。これ何？重いね、これね。止まってるぜ、これ。あれ？おかしいな。あ、長いな。なんだこれ。これなんだこれ。まあ、フリーランスの方がいたりとか。止まるな。なんでこれ。もういいよ、もう終わり。はい、以上にしたいと思います。今回ね、UQ モバイルのね、節約モード 300kbps でね、Facebook の閲覧、動作確認やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。次はね、あれ、Instagram やるんでね。はい、失礼します。